ず映画情報シネマキング週末映画情報シネマキング第282回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は8月20日金曜日、そして8月21日土曜日、合わせて10作品以上の新作映画を紹介していきます。まず最初に紹介するのは8月20日金曜日公開、フォローの地レベル2、待望の第2弾フォローの地レベル2から紹介します。最初に紹介するのはフォローの地レベル2。この作品は柚木優子の小説を原作に白石和彌監督が映画化、圧倒的熱量で男たちの激しい生き様を描き、数々の映画賞を総なめにした衝撃作、フォローの地の続編となります。前作を超える衝撃、そして原作シリーズでは描かれていない完全オリジナルストーリーが展開してきます。フォローの地レベル2、8月20日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはかぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦ファイナル。この作品はテレビアニメでも人気の深坂あかによる同名漫画を実写映画化したかぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦の続編にして完結編です。前作に引き続きキング&プリンスの平野紫耀、橋本環奈が続投、さらに新キャストが加わりパワーアップしています。かぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦ファイナル、8月20日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはサマーオブ85。この作品はフランス映画界の巨匠フランソワ・オゾンがエイダイ・チェンバースの小説俺の墓で踊れを映画化、原作小説に感銘を受けた自身の10代当時の感情を投影しながら、運命的な出会いを果たした美しき少年たちの初めての恋と永遠の別れを描いていきます。サマーオブ85、8月20日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはパウ・パトロール・ザ・ムービー。この作品は2013年北米での放送開始以降、世界160以上の国や地域で放送され、日本でも人気急上昇中のキッズ向けアニメーション番組パウ・パトロールの劇場版です。巻き起こる様々なトラブルを正義の味方でキュートな子犬たちがパウッと解決していきます。パウ・パトロール・ザ・ムービー、8月20日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはバンドリフィルムライブセカンドステージ。この作品は次世代ガールズバンドプロジェクトバンドリのアニメーションライブ第2弾です。おなじみの劇中バンド5組に加え、オルフォニカ、レイズ・ア・スイレンの2組も出演、計7組のバンドが最高のライブ、最高のステージを彩ります。バンドリフィルムライブセカンドステージ、8月20日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは子供は分かってあげない。この作品は田島列島の傑作コミックを上白石萌歌を主演に起用し、南極料理人の沖田修一がメガホンを取り実写映画化、共演の細田彼方のほか豊川悦司、千葉雄大、斎藤由貴、古舘寛治らが脇を固めています。高校生の青春物語を生き生きと描いた傑作青春映画です。子供は分かってあげない、8月20日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはドライブマイカー。この作品は妻を失った男の喪失と希望を綴った村上春樹の短編小説を西島秀俊を主演に迎え、寝ても覚めてもの浜口竜介監督がメガホンを取り映画化、三浦透子、岡田将生、霧島玲から実力派俳優陣が集結しています。ドライブマイカー、8月20日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのは海辺の女の子。この作品は思春期の性というセンシティブなテーマに挑みながら、緻密で叙情的な画風と繊細な心理描写に定評のある浅野引用の漫画をイソップの思うつぼの石川るか、アイスと雨音の青木ゆずを主演に起用し、芙美子の足、竜宮の使いの上田敦がメガホンを取り実写映画化しました。海辺の女の子、8
8月20日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは人肉村。この作品は人間を食らう狂気の一家に囚われの身になった若者たちが体験する血みどろの恐怖を描いたバイオレンスホラーです。人肉村8月20日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはココシャネル時代と戦った女。この作品は第1次世界大戦後皆殺しの天使とまで称されるほど19世紀的な価値観を葬り去り、女性を飲酒から解放し、女性として史上初の世界的実業家となったココシャネル。この高級ファッションブランドシャネルの創業者の人生に迫ったドキュメンタリー映画が登場です。ココシャネル時代と戦った女、8月20日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは恋の病、潔癖な2人のビフォーアフター。この作品は運命的な出会いを果たした潔癖症&不器用な彼と潔癖症&窃盗症の彼女が繰り広げる予測不能な台湾発のラブストーリーです。恋の病、潔癖な2人のビフォーアフター、8月20日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは劇場版金色モザイクサンキュー。この作品は原由依による4コマ漫画を原作にした学園コメディアニメシリーズ金色モザイクの劇場版第2作です。本作では彼女たちの最後の高校生活が描かれていきます。劇場版金色モザイクサンキュー、8月20日金曜日より109シネマズ名古屋他で公開です。続いて紹介するのは祈り幻に長崎を思う時。この作品は劇作家演出家の田中千佳が1959年に発表した戯曲マリアの首幻に長崎を思う曲を初映画化したものです。被爆後の長崎で焼け落ちた浦上天主堂に残るマリア像を人知れず運び出そうとする2人の女性を高島礼子と黒谷友香が演じる人間ドラマです。祈り幻に長崎を思う時、8月20日金曜日より名称劇場にて公開です。続いて紹介するのはカバー。この作品は大阪西成区の中学校で様々な葛藤を抱えながら自分たちの生き方を模索する生徒たちと正面から向き合った実在の教師をモデルに、差別と偏見、貧困など様々な問題を抱えた環境の中で生徒たちに正面から向き合った実在した中学生教師たちの生き様を描いたドラマです。カバー8月20日金曜日より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはシュシュシュの子。この作品は22年目の告白、私が殺人犯です。AI 崩壊などの商業作品で成功を収めている入江優監督がコロナ禍の最中苦境に陥った全国のミニシアター救済を目的にクラウドファンディングで資金調達して制作した自主映画です。シュシュシュの子、8月21日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは青葉家のテーブル。この作品はフィットする暮らし作ろうをテーマに日々の暮らしに寄り添ったさまざまなコンテンツを発信する EC サイト北欧暮らしの道具店で2018年4月より配信された短編ドラマ青葉家のテーブルを長編映画化したものです。青葉家のテーブル、8月21日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは Fear of Missing Out。 この作品は幸福の目、光関係などの作品により国内映画祭で注目を集める新鋭川内明監督が親友を亡くしたとある女性の物語を通じて人の心に現れる取り残される怖さと悲しみ、その先に見えてくる光景を描き出す短編作品です。 Fear of Missing Out、 8月21日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは東京オリンピック2017都営霞ヶ丘アパート。この作品は2014年から2017年の住民たちを撮影し、オリンピックに翻弄されたアパートの住民と五輪によって繰り返される排除の歴史を追ったドキュメンタリー映画です。東京オリンピック2017都営霞ヶ丘アパート、8月21日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろいろな映画を紹介してきました。
新型コロナウイルス感染症、まだまだ予断を許しません。皆さん各々が手洗いうがい、そしてマスクをつけて感染症に気をつけてください。ムービーアットシアター、映画は大スクリーン、そして大音響で見るために映画の制作者サイドが作っております。皆さん大きなスクリーン、大きな音響で好みの映画を探して、ぜひ映画にしてみてください。それではさようなら。